はい、アキラソースです。今日はですね、最近のキャリアモードのレースで、まあ、スタートがね、まあ、大とちりといいますか、いつもホイールスピンばっかりして、マシンがあられもない方向を行って、ウィング壊してしまって、最後尾みたいなのがばっかりなんで、ちょっとね、スタートの重点練習をする必要があるなと感じましたんで、今日は、その練習動画になります。もうひたすらね、あのスタートばっかりを、何十回か繰り返していきたいなと思います。とりあえずね、あのウェットではなく、まあ、ドライ路面でというところと、まあ、あと次がね、あのアメリカグランプリなので、まあ、そのちょうど次のね、キャリアモードの練習も兼ねて、アメリカのスタート練習をひたすら重点的にやっていきたいと思います。さあ、それでは早速やっていきます。さあ、回転数を合わせて、合わないんだよね、これが。まあまあだった。あ、まあまあだった。なかなか良かったんじゃないか。おい、いや、なんだろう、シフトチェンジのタイミングが遅いで、高回転ゾーンにガーンと行くとやっぱハンドル勝手に曲がっちゃうかな。よし、ちょっともうガーンと踏んでみよう。ちょっとどういう挙動をするか。なるんだよね。もうガーンと踏んでやるとこうなるんで、これは踏みすぎと。4速にする上でそこで踏んでないと後ろから行かれちゃいますね。今のはダメだな。お、これいい、よかった今の。では7割ぐらいで、あとそこから徐々に踏み込んでいく感じがいいのかな。ちょっと今これ奥後ろから行かれちゃいましたけど、踏み込むタイミングが遅いとちょっと後ろに抜かれる。あー、こんな感じか。こんな感じ。お、今の良かったぞ。あ、ちょっとこれは今の回転数に対してギア上げすぎてちょっとダメだった。あ、今反応遅れた。あ、これは失敗スタート。
ゃあ焦るとダメだな。まあまあいいぜ。危なかった今。ああやっぱ高回転レブっちゃう感じになるとダメなんだな。慌ててシフトアップしない方がいいかもしれない。できるようになってきたかな。うん。大失敗じゃなきゃいいよね。ちょっと設定を変えて上位グリッドにしてみました。うい、なんかさっきまでと勝手が違う気がするぞ。メルセデスだからか。なんかさっきよりまた違うな。登ってるからかな、また前の方が。うん、まあ失敗じゃないけど前からはちょっと離された。これは良かった。今のは良かった。うわー、ダメだ。ということでスタート練習でした。まあ、まあ落ち着いて踏んでいけばね、スピンすることまではないとは思うけども、まあでもちょっとうっかりふっちっと踏みすぎてしまうとやっぱくるんといっちゃいますね。まあくるんというか横にクククッと勝手にね、ホイールスピンしすぎて勝手に曲がっちゃうんだろうな。
いやー難しいですね、スタート。これ今まだ ABS オフだからいいですけど、これ ABS、あ、オフじゃねえや、オンだからいいですけど、これ完全なるエリートになったらまたちょっと難しくなるんでしょうね。やっぱトラコンオフのスタートになった瞬間、これだけスタートがドヘタになったというか、ね、くる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 スタートで横に曲がり始めたのが顕著になってきたので。いやー、やっぱアシストを外せば外すだけどんどん難しくなりますね、スタートも。ね、感覚が全然違うし。ということでね、とりあえず、スタート重点練習の成果が次に出ればいいんですが、まあ、やる前とやらない、まあ、やる前とやった後ではさすがに、ね、だいぶ、多少慣れてきた感があるので、まあ、感じはちょっとつかめてきたかなという気はするので、まあ、なんとかね、次の、キャリアモードアメリカではしっかりスタートを、まあ、バッチリ決めなくても、ごくごく無難に もう、1、2台に抜かれるぐらいならいいんですけど、もう列のね、2列後ろぐらいから追い抜かれるのは大失敗だと思うので、まあ、少なくともスタートポジションのまんま1コーナーを回るぐらいの無難さではいきたいなと思いますね。ということで、番外編、スタート練習編でした。ご視聴ありがとうございました。